この動画には以下の注意点が含まれています。それでも良いという方のみご視聴ください。皆さんこんにちは。ゆっくりです。本日は、キングダムでも有名な新国最後の名称王戦について、めちゃくちゃざっくりと解説していこうと思います。なお、本動画にはキャラ崩壊要素が含まれているので、お気をつけください。それでは、参りましょう。まず、若き頃の王戦についてですが、金陽剣統合出身であったことと、兵法を好んでいたことしかわかっていません。ミステリアスな男って感じですよね。そんな彼が歴史の表舞台に出てくるのは紀元前236年の行攻めです。この戦いは、漫画キングダムでも描かれていますが、史実だとちょっとだけ内容が違います。というのも、まず、漢騎、楊端和が九条を取ったのは同じなのですが、その後、王翦は行に兵糧攻めをするのではなく、こう言いました。熱夜いきまーす。なんで熱夜なのかというと、この地は秦軍が長年欲しかったけど取れていなかった。戦略上の重要拠点でした。まあ、戦国時代で例えると武田信玄から見た川中島みたいな場所です。そんな場所が目と鼻の先にあったので取りに行った王戦ですが、ここで兵糧が足りなくなります。そこで、王戦は成果の出ない人を集めていました。君たち、明日から来なくていいよ。これにより、王戦は軍を5分の1に減らすという棒マスク氏もびっくりの大量リストラを行い、精鋭部隊を再編成、この部隊で行などの重要拠点を攻め落としました。なんというか、いつの世も人員整理って大切なんですね。次に、王戦が史実に登場するのは紀元前229年、またしても超攻めです。この戦いは、漢騎の超攻略が失敗し、前線を押し戻されてしまった秦にとって、絶対に負けられない戦いでした。そして、そんな秦軍に対し、趙は、何度も秦の攻撃を阻んできた守護神李牧を導入。両者は趙の池付近で睨み合っていました。そんなある日、趙王からの使者が来て李牧にこう言いました。お前、反乱起こすってマジ？上がめちゃくちゃ切れてるよ。もちろん、李牧にはそんな気が毛頭なかったのでさ、となります。では、なんでこんなことになっているのかというと、実は、この時、秦が政略を仕掛けており、趙の宦官に賄賂を渡すことで、李牧が裏切ろうとしていると趙王に信じ込ませていました。この要求を受けた李牧は、指揮官の俺がいなくなったらここ抜かれるからダメ、と王に伝えますが、これを受けた趙王は、顔出さないってことはやっぱ反乱を起こそうとしてんだな。やっぱあいつダメや。そう言って密かに李牧を処刑してしまいます。これを聞いた王戦は、李牧が処刑？またまた。と言って初めは、この噂の真偽を慎重に確かめていましたが、どうやら本当に処刑されたと知るとすぐに出陣。羌海、楊端和らと共に京都簡単を陥落させました。そして、勢いに乗った王戦は中盤に駐屯、遠に攻撃を加え弱体化を図りました。そして、その2年後の紀元前226年、遠王が刺客を送り、秦王を殺そうとしたため、秦王がこれに激怒、息子、王本と共に遠の人、アダミを攻めました。この戦いで遠の人は陥落しますが、大使担当遠王騎は北へ逃亡。そこで、秦の若き将軍李信が少数の部隊を用いてこれを追撃し、ついに炎王を捕らえ、大使の首も手に入れました。この出来事がきっかけで、秦王は老齢の王戦より若い将軍たちを重用するようになり、だんだんと王戦は冷遇され始めました。そんな王戦でしたが、それでもまだ将軍は続けていました。しかし、紀元前226年王戦の心が折れる事件が起きます。ある時、秦王は諸侯たちを集め、総平定するためにどれくらいの兵士が必要か話し合いました。その時、王戦はこう言いました。人はめちゃくちゃ強いので60万人くらいは必要だよ。それに対し、李信は、王戦は老害になっちゃったからああ言うけど実際は20万人くらいで十分っすよ。これを聞いた秦王は李信の積極的な意見を採用。これによりメンタルブレイクした王戦は、もう限界やー。そう思い老齢を理由に引退を宣言、隠居生活を始めました。しかし、蘇平定戦で李信は大敗、秦は逆に攻められ滅亡の危機に直面します。そこで、秦王は自ら王戦の家で向き謝罪。この追放刑作品もびっくりの手のひら返しにより、王戦は秦の保護全軍である60万の兵を持って大祖戦へ赴きました。この時、秦国内ではほぼ全軍を動かしたということで反乱の疑いも出ていましたが、王戦は秦王に対して、私が勝ったらめちゃくちゃでっかいお屋敷欲しいです。そう何度も頼み込むことで、秦王に褒美が欲しいから反乱を起こす気はないと信じ込ませました。そして、大祖戦線に着いた王戦は籠城を返し、何をされて城から出ないイモイモ戦法を発動しました。この戦法に対して、祖は初めは警戒していたものの、砦の中で秦軍が遊んでいるのを見て、あいつら、やる気がないなと思い撤退を開始しました。すると王戦は、今だー、そう言って突撃を開始、祖軍を散々に打ち破りました。そして、その勢いのまま、王戦は祖に進行。途中、秦の将兵軍が裏切り祖を自称するという笑えないトラブルが起こりながらも、1年かけてなんとか総平定しました。そして、翌年、その江南を平定すると王戦はひっそりと歴史の表舞台から消えます。老後について詳しくは分かっていませんが、おそらく穏やかなものだったんじゃないかなと思います。というか、そうであってほしいですね。さて、ここまで王戦の解説をしてきましたがいかがだったでしょうか？
楽しんでもらえていたら嬉しいです。好評ならまた次回もやります。それではここまでのご視聴ありがとうございました。さよならー。